それでは、木の楷書に行きますね。まず、カタカナの目を、中心で交わるように持ってきます。少し寝かせてるかな、寝かせ気味かな。で、中心で交わって、この次の縦は中心のちょっと左横から立ち気味に払ってきますね。少しこの線の下のところから長い横位置を書きます。そしたら最後は中心にこの線が来るように、この間隔をだいたい同じにして抜いていきます。最後は中心から抜いていきますね。じゃあ木の行書に行きますね。軽く頭を作って抜いたらこれを受けてそのまんま抜いていきますね。少し右上がりに押し戻して少し上げて、太いから細いで持ってきて、ここにつないで太くしたら左下に流していきます。じゃあ望むの楷書からいきますね。まず、短い縦を書いたら少し右上がりに持っていきますね。この線は半分、この書いた線の半分よりちょっと左ですね。3分の1ぐらいって覚えてもいいかな。まあ、同じかちょっと下の位置ですね。で、少し右に上げた。この線に平行に降りてきて、だいたい同じ長さ。ここの間隔を同じにして閉じます。じゃあその下に王様の王を書きますが、縦が先ですね。上よりちょっと短めでまっすぐ。最後の線は、2倍ですね。で、この長さより下の長さが短くて大丈夫です。望むの、行書に行きますね。バランスはだいたい楷書と一緒ですね。右下に向かった点を書いて少し右上がりですね。3分の1あたりからすくい上げていきます。同じ位置ぐらいから平行に持ってきて、だいたい間隔を揃えて、じゃあ尾を書きますね。最後は伏せて軽く抜いて